ついにやってしまいました。我が国でまともにスマートフォンを開発している唯一のメーカー、ソニーのフラッグシップモデル Xperia 1-3 をドコモオンラインショップで買ってしまいました。文句の達人吉田くん、文句言わせてくれ。今時宅配ボックス禁止とか宅配業者に迷惑すぎんだろうと言いたいよ。ドコモさん、バカなの？13なのか13なのか1-3なのか読み方は全く分かりませんが、 Xperia はすげえのか、所詮は国産特有のポンコツスマホなのか、チェックしていきましょう。ソニーインスパイアザネクスト。お前ちょっと前にアハモで韓国メーカーサムソンのギャラクシー S20 を買ったばかりだろうって突っ込みたい人は多いでしょう。これは単純な理由で買い替えです。私は日本人、多分ふと思ったんですよね。サムソンを使うとあかんやんって。まあ内蔵部品がサムソン製ってのはまだいいわ。でも最終製品というかロゴにサムソンって書いてあるのは日本人として完全にアウト。ということで国産唯一のソニーを買いました。愛国心が強い、それが吉田です。まあ机見てもらえばわかると思うけどね。これはちょっとびっくりしたんですが、 Xperia 1-3 には付属品が何もありません。本体のみ。イヤホンもないし、ケースもないし、保護フィルムもないし、充電ケーブルも USB 充電器も何もついていません。ギャラクシーはイヤホンもケースも保護フィルムもケーブルもついていたし、中華スマートフォンも安いくせに全部ついています。ケチくさいね。まあこれもドコモの戦略で、おじいちゃんおばあちゃんにクソ高い周辺機器をドコモショップで売りつける、そういう作戦なんでしょう。というかソニーなんだからソニーのイヤホンつけてほしいよね、サービスで。色は3色ありますが、ネズミ色をチョイス。無難は黒で、紫もいいかなとか思ったんですが、ネズミ色のスマホって珍しくてちょっと買ってみたくなっちゃって、ネズミ色をチョイス。まあファーストインプレッションというか、まあ第一感というか、これは開けた瞬間の感想を言わせてもらうと、ネズミ色ダサかったなって思ってる。Xperia 1 Mark 3には3色あって、まあパープル、ブラック、このネズミ色があるんですけど、思ったよりこのネズミ色なんかねまあ皆さん、まあ映像で見ればわかると思うけど、なんかあんまかっこよくねえな、失敗したな、パープルにしときゃよかったかな、悩んだんですよ。パープルか、多分ねパープルとブラック人気だと思うんですよね。でネズミ色多分人気ねえかなと思って、あえてネズミ色選んだんだけど、思った以上にダサかった。もって思ったのは、重たいっすね、かなりずっしりいきます。まあ CPU がパチパチパチだから、まあハイエンドだからしょうがないっちゃしょうがないけど、それにしても結構重たいっすね。まあ持った感触としては、横幅はまあ細いんだけど、ここのエッジが立ってるから、ここはエッジが立ってるから、結構こう持つと突き刺さって持ちやすくはないっすね。やっぱりバンカーリングは必須だと思う。背面はマットなガラス仕上げで質感は非常にいいです。 iPhone とかよりもかっこいいかな。ドコモロゴがクソダサい問題もソニーさんよくわかっていて、目立たない色で最小限に印刷がされています。絶対ソニーもドコモロゴダサいって思ってると思うんですが、でもドコモが入れろって言うから仕方がなくて、うっすらギリギリ見えるくらいで入れてるんでしょう。ほんとダサい、やめてくれ。 Xperia 1-3 の最大の売りはカメラ。ドイツのレンズメーカーカールサイスのロゴが入っていますが、まあそこじゃない、一番下のレンズ。世界初可動式望遠レンズってのが搭載されていて、ズームができます。フルサイズミラーレスカメラ、トップシェアのソニーの技術力をここに生かしました。まあそういうことなんでしょう。クイーン、パリン。結局ケースをつけるので見えないですが、周囲のね質感も非常にいいですね。 iPhone にはアンテナ用のプラスチックのスリットが入っていて、それがせっかくのデザインを台無しにしていますが、 Xperia はそういうスリットありません。ただしよーく見るとここら辺の塗装荒れてるんですよね。もしかしたらアンテナのスリットごと塗装することで分からなくしてるのかもしれません。まあ映像では分からないレベルですけどね。今回初めてまともな Xperia を買ったんですが、ボタンをって思いました。一番上が音量ボタンで、真ん中が指紋認証内蔵型電源ボタン、 Google アシスタント起動用ボタン、シャッターボタンだと思います。これ見てください、フラッグシップモデルなのにイヤホンジャックついてます。ついていても当然防水。 SIM スロットは SIM ピン不要で取り出せるタイプ、非常に便利。なぜか国産メーカーはこのタイプですが、海外メーカーで見たことはないです。当然 USB-C。 スピーカーの穴がないですが、モニター裏側から鳴らす方式。めんどくさかったので、ついでにドコモショップで売っているケースも買いました。値段をよく見ずにカートにぶち込んだんですが、今確認したら驚異の3630円。ソニー純正だと思って買ったんですが、どうやら純正ではないパチモンです。
レザーケースって書いてあったので本革だろうとか思ってたんですが、調べてみるとフェイクレザー、偽物です。悲しい。あと側面がプラスチックのままなのが気に食いません。こんなの絶対剥がれてくるかボロボロになります。取り付けてみると急激にダサくなりました。やっぱりソニーってロゴがないのがダサい原因だよね。レザーケースを買った理由は iPhone の純正レザーケースがすごく質感が良くて気に入っていたから。全然違います。ちゃんと Apple ロゴもあるしね。さすがは Apple って感じで、高いだけあって素晴らしいです。ボロくなってきてもね、それが質感としていい感じになるんですが、これはボロくなるだけな気がする。あーダメだ、つかねーマジですか。 Xperia ってバンカーリング必須だと思うんですが、このねドコモで売ってるケース、バンカーリングがくっつきません。最終的には超強力両面テープで無理やりくっつけました。液晶保護フィルムもドコモで買って1800円くらい、 Amazon で買った方が絶対にいいです。説明書通り貼り付けたんですが微妙でした。充電端子に引っ掛けてテープで左右を固定して上下分離して貼り付ける方式なんですが、一見良さそうに見えますよ。でもね、こんなことわちゃわちゃやっていたらめちゃくちゃホコリが入ります。液晶保護フィルムって素早く貼るのがコツで、グダグダしていたら気泡だらけになりますよね。ダメだわ。まあ樹脂製なので樹脂から空気が抜けてそのうち気泡はなくなりますけどね。ここで余談ですが、吉田はいろんなスマートフォンを併用しています。動画ネタでスマホ買いまくってるから活用しないともったいないので、ちゃんと用途別に使ってるんですよ。実はこのでかいのは家電専用で使っていたスマートフォンですが、無料の楽天モバイルに乗り換えたらこいつ使えなくて、今は2段階認証ロック専用、Pixel 5はゴロネフロ専用、 iPhone 12 mini は元メインスマホですが、今は工務店とのやり取りに必要な専用アプリがあって、それを使うためだけに使ってます。前回紹介した Galaxy S20 はアハモ回線で持ち運び用スマホとして活用、まあいわゆるメインスマホですね。で今回のソニー Xperia が追加になります。さすがに5個を併用するのはうざすぎるので3個に減らします。メインスマートフォンは今回購入した Xperia 13i3、家電2段階認証ロック解除、セットアップが面倒なアプリを入れるように Google Pixel 5、Galaxy S20 を別途風呂専用として使います。現在回線が楽天2回線、アハも1回線ありますが、楽天1個解除して2回線に減らします。本当は Galaxy S20 を家電用回線にしたかったんですが、S20 はドコモ端末で SIM ロック解除したとしても楽天では使えません。au でも使えません。ひどいんですが、SIM ロック以外に周波数ロックもされています。SIM ロック解除したとしても、ちゃんと他社で使えないようにね、できてるんですよね。政府が SIM ロック解除を義務付けても何の意味もありません。周波数ロックも禁止してもらわないと何の意味もない政策ですよね。まあ菅総理はそんな現実知りもしないんだろうけど。クイーン、パリン。そういえば重さは測っていませんでしたが 190g オーバーで iPhone 12 Pro とほぼ同じ重さ、ケースなしでこれなので実運用上は200数十 g になると思います。というかサムソンの Xperia S20 ハイエンドなのに軽いんですよね。 160g しかありません。160と 190g 明らかに重さ違って感じるので、やっぱり重さって重要。ソニーの Xperia といえば縦長ディスプレイ、並べてみると分かりますがかなり縦長です。ここは注意ポイント、両手操作派ならでかい方が絶対いいですが、片手操作派はあまりでかいと使いにくいですよね。 Xperia って巨大なんですが、実は横幅は細めです。これが Xperia の特徴とも言えます。細いので意外に片手で持っても違和感はありません。横幅だけで言えば iPhone とほぼ同じ、厚みもまあ分厚くはないです。この比較は分かりやすいと思います。 6.5 インチクラスの大型スマホ、なんとか MAX とかそういう系のスマートフォンと縦方向は同じくらいです。でも横幅は MAX 系よりだいぶ細いです。これがさっきも言いましたが Xperia の最大の特徴です。でかいけど細いから片手でも持ちやすい、まあ日本人向けというか日本人が作ったからそうなんでしょうね。ぶっちゃけた話をすると寸法的には Google Pixel 5が一番使いやすいです。小さすぎず大きすぎず、片手操作でも老眼でも大丈夫、そしてめちゃくちゃ軽い。まあ性能がポンコツなのが欠点で、これでスナップドラゴンパチパチパチが乗っていればまあ最高なんだけどね。クイーン、パリン。 Xperia、Xperia H3 は右側電源ボタンに指紋認証があります。とりあえず主要な両手の指を登録しておきました。ホーム画面はドコモ共通のホーム画面か、ソニー Xperia 独自のものか、簡単スマホか、3種類から選べます。ドコモのアプリは大抵クソ、これは常識ですから Xperia を選びましょう。
セットアップが終わったんですが、画面上に箱状のうっさいやつが動き回っていて、なんだこれって思った。押してみると分かりました。これドコモ独自のクソアプリの一つ、 OK Google Hey Siri Alexa、 あれのドコモオリジナルバージョンみたいです。いや、いらなすぎるだろう。ドコモより Google のが技術力1000倍上です。1万倍かな。 Google 使うから普通。ドコモのマイダイズってアプリで、マイダイズ今何時って聞くと時間とか教えてくれるみたいですね。マジいらん。あ、ダイズじゃなくてデイズだったわ。基本的には Android 純正のままといった印象で、 Google Pixel 5にクリソツです。まあドコモアプリがめっちゃうざいですけどね、全部消したい。 Android のバージョンは当然最新の11です。個人的にスマートフォンの使い勝手で一番重要なのはロック解除です。1日何回も解除しますからね。 Xperia の指紋認証は速度的にはかなり優秀です。感度もいいですし動作も悪くありません。画面内指紋認証の Galaxy よりかなり早いです。 Galaxy は機能としてはすごいんですが、やっぱり画面内指紋認証は遅いし精度も悪いです。ソニー Xperia の最大の欠点は左で持った時だね。まあ手の形状にもよると思いますけど、吉田の手では厳しい。裏にした状態だと届くんで、裏にした状態で触っといて表に返すって感じかな。正直言って側面指紋認証は使いにくい。吉田はメッシュにスマホをいじってることが多いので、右で箸、左手でスマホ、かなりこの操作は慣れが必要です。普通にね、裏面につけてくれよって思うんですけど、最近その方式減ってます、なぜか。あと顔認証はありませんでした。精度悪くてもいいので顔認証つけてほしいですよね。あと片手操作ができるか問題は、バンカーリングは絶対必要だと思いますけど、結構いける印象です。やっぱり横幅が狭いのは有利。通知画面見たい時もホーム画面でグワンってやれば下がってきます。通知画面つながりで言うと、ドコモアプリの通知で埋め尽くされてマジでうざい。ヒントとかおすすめとかめっちゃ出てきます。しかもこいつね、普通には消えません。重要通知みたいな感じでずっとね残るんですよね、開くまでは。通知だけではなくて、こういうやつね、ポップアップでも出てくるし、これ最初からウイルスに感染している、まあそんな感じと言ってもいいレベルでうざい。この最初から入ってるドコモのアプリ使ってる人、日本で一人もいないんじゃないかな。しかも普通のやり方では削除もできないし、ちょっと詳しくないとオフにすることも難しいと思います。マジでうざいです。クイーン、パリン。正直シェアの低い国産スマホに全く期待はしていなかったんですが、Xperia は結構作り込まれていますね。いろいろ便利機能があったので紹介します。まあ Xperia 特有ではなくて Android の機能かもしれませんけど。有名どころだと、いたわり充電機能。バッテリーの充電を 90% でやめることで、3年間バッテリー交換なしでも OK、そういう機能ですね。モバイルノート PC によくついている機能なんですが、90% ならまあいいかと思ってオンにしました。これは Galaxy でもできますが、お裾分け充電機能。Xperia もワイヤレス充電に対応していますが、充電だけではなくて給電も可能です。まあこんなことする人いないと思いますが、iPhone を充電することも可能です。当然 iPhone と違ってバッテリー残量も数値で表示ができます。あと Xperia って切り欠きがないのもいい。切り欠きってアプリによっては表示が隠れたりしてうざいので、まあちょっと不知があってもこういう形状の方が好きですね。この機能は初めて見ましたが、モニターの画質を切り替えることが可能です。スタンダードモードとクリエイターモード。スタンダードはうぞうむぞうの一般人が美しいと思うような加工した表示。クリエイターモードは加工した色ではなくて正確な色再現、選ぶことが可能です。クリエイターモードの方が色が黄色っぽいですね。あと動画再生時に高画質化するという処理もあります。テレビとかによくついている機能だとは思いますが、 YouTube で見比べた限りはよくわかりません。まあ高音質とか高画質とかそういうのってパッと見ではわからないですからね、まあ、よくわからんけどオンにしておきます。画面から音が出てて左右がマジで均等。結構ねステレオのね端末でも左右で音量差がある端末って多いんですけど、こいつはマジで均等だね。ほぼ同じ音の大きさで出てる。このダイナミックバイブレーションとかいうよくわかんない機能があるんですよ。おー震える、音に合わせて震えるっていうマジ謎の機能がついてる。何ダイナミックバイブレーションって何。スピーカーは左右均一に音が出るので違和感がなくて非常にいい。さすがはソニーといった感じですが、ダイナミックバイブレーションという機能だけは意味がわかりません。音に合わせて震えるんですが絶対使わん。重低音が強調されるのかなとか最初思ったんですが、そんなことはありません。震えるだけ、意味わからん。あとアスペクト比が21:9なので16:9の一般的な動画を見ると結構余白ができます。
まあ映画見る分にはいいと思いますが、吉田はスマホで映画見ないからね。ちなみに解像度はなんと 4K、 しかも 120Hz 動作、 iPhone は60ですから倍の速さで動かすことが可能です。めちゃくちゃ画面は綺麗。これ地味にありがたいんですが、ホワイトバランスの調整も可能です。黄色っぽくしてみたり青っぽくしてみたり好みで変えられます。吉田は青っぽい方が好み、 iPhone は黄色っぽくてあまり好みじゃないんですよね。実は電池の持ちが良くなるダークテーマに切り替えることもできますが、吉田は白い方が好きかな。こんなことも地味にできます。ロック画面にメッセージを表示可能、あと時計も変えられますね。エクスペリアっぽい機能としてはサイドセンスという機能があります。サムソンのギャラクシーでも同じような機能ありましたが、エクスペリアの方が正直使いやすいと思います。まあ何かといえば、画面の端っこをダブルタップするとショートカットメニューが出てくる、まあそういう機能です。何気に便利なのは、よく使うアプリが勝手に表示されるので、まあいちいち設定しなくても使えるところですね。もちろん任意のアプリを手動で配置することも可能です。あとソニー製のワイヤレスイヤホンを使っている場合は、オプションでここに状態を表示することができます。バッテリーの状態とかね。一世代前の旧型ですが、吉田の愛用している完全ワイヤレスイヤホンをつなげてみました。まあこれはソニー製だけじゃなくて NFC に対応した Android スマートフォンだったらできますが、近づけるだけでペアリングされます。設定は不要です。つながるとバッテリー残量とイコライザーの設定が表示されます。まあ簡易的ですが、ここをポチポチすると重低音を聞かせたり、高音を強調して聞きやすい音声にしたりすることが可能です。ちなみにですが、これはホーム画面にウィジェットとして配置することも可能です。ただしサイズがでかくてクソ邪魔、これ以上小さくすることはできません。あとソニー製品なので高音化機能もいろいろ載っていますが、まあ正直言ってよくわかりませんね。機能的にはドルビーアトムス360度スペシャルサウンドデイアルティメット、3つの高音質化機能載ってますが、まあなんか変わってるような気もするし、変わってないような気もするし、よくわかりません。まあプロだったらわかるのかもしれませんが、吉田の老化した耳鳴りがするような耳では差はわからん。あと内蔵マイクに風が当たった時にボフボフという音がすると思いますが、それを軽減する機能もありました。まあいろいろありますね、ソニーのスマホ。まあこういう機能は一眼カメラにも載っているんですが、めちゃくちゃ音質悪くなるので微妙ですけどね。物理的にボフボフ言わないような工夫をした方が絶対いい。ソフトで何とかしようとしても無理なんですよ、こういうのって。ウィーンパリン。エクスペリアのクソ縦長画面でやりたくなるのは画面分割。当然分割することは可能なんですが、これが優秀です。 Android の標準機能の分割は死ぬほど使いづらいんですが、これは優秀ですね。画面端をダブルタップ、その中のマルチウィンドウを押して、上に表示したいアプリ、次に下に表示したいアプリ、次々と選んでいくだけ。しかもこの機能めちゃくちゃ便利なのは、組み合わせをあらかじめ登録しておくことが可能です。まあ通常は YouTube と Chrome の組み合わせだと思うので、それを登録しておけばワンタッチで分割ができます。まあ吉田の場合はスマホを画面分割なんてしないので使わないんですが、よく使う人には便利かもしれません。下だけ変えたい場合は、ここでホーム画面を表示して、まあ、例えば設定画面ってやると、ほら上は設定を保ったまま下だけ変わる。ホーム画面にして Chrome にすれば下だけ変わる。あー便利、いいね。もちろんこの履歴から切り替えることもできる。あー便利、いいね。こんなことできるんだ、知らんかったわ。このね、境目のやつを消したい方向を消せばそっちだけになる。あとはアプリの履歴画面の下にもマルチウィンドウ切り替えボタンがあります。ここから分割することも可能。よく使う組み合わせも表示されるので、こっちから起動した方が早いかもしれません。画面分割ではなくて Windows 的なちっこい画面を表示することもできますが、まあこれは使うことないかな。動作速度はめちゃくちゃ速いです。分割していても全くもっさり感はありません。いろんなスマホ買っていますが、 Android スマートフォンの中では一番サクサクしていると思います。それくらい速い。さすがはスナップドラゴン、パチパチパチ。これも地味に気になっている機能ですが、 Xperia の画面をモニターにすることが可能です。 USB-C から HDMI に変換するケーブルが必要ですが、それがあれば画面になるらしい。持ってないので試せませんが、ケーブル買ってみようかなと思っています。あとプレステ4のコントローラーを使うこともできるっぽい。クイーンパリン。いろいろ紹介することが多くて動画が長くなっていますが、ゲームエンハンサーという機能もすごい。ゲームを最適化する機能で、こんなの初めて見ました。
例えばゲームボードを最大性能で回したい場合はパフォーマンス優先モード、電池の持ちを良くしたい場合は省電力優先モードなどが選べます。詳細に設定することもできて、画面のリフレッシュレートを 40Hz、60Hz、120Hz、240Hz に変えることも可能です。FPS をやる場合は 240Hz にして、まあ、ミニゲーム的なものは 60Hz にして電池の持ちを良くするとか、あとタッチの感度とかも調整できます。あと HS パワーコントロールという機能も Xperia では有名な機能らしいですけども、ゲーム中にはバッテリーに充電しないという機能です。本体温度を上げない、そういう機能ですね。給電はされるので電池は減っていきません。あとはゲーム中に通知を表示しなくしたり、サイドボタンを無効化したり、着信すら無効にすることもできます。ソニー舐めてたわ。かなり作り込まれてます。さらにゲーム中だけモニターの色合いを変えることも可能です。暗い部分が明るくなるらしくて、敵とかを発見しやすくなるらしい。あとゲームの音をいじくることも可能。最適化すれば敵の足音とかも聞こえやすくなるのかもしれません。ゲームを中断することなくブラウザを重ねて表示する機能とか、どんだけあるんだよ機能。さらにゲームを録画することも可能です。内蔵マイクの音を同時に記録することができるので、簡易的なゲーム実況動画も撮影できちゃいますね。しかもプレ動画撮影機能があって、30秒前の映像を常に録画し続けることで、すごいプレイが出た場合に過去に遡って録画することができます。もちろん CPU がスナップドラゴン888なのでめちゃくちゃ速いです。一世代前のスナップドラゴン865と比べても明らかに早いんですよね。動画撮影し忘れましたが、ブラウザのね推移とかも865より明らかに早いです。このギャラクシーよりね明らかに早かった。これはアントゥトゥベンチマークを実行している映像ですが、その実行スピードも明らかにエクスペリアよりも早いです。最新のアンドトゥめちゃくちゃ重たいんですが、ギャラクシーよりエクスペリアの方が滑らかに実行されてます。こんなに違うのかと思ったんですが、エクスペリアが782,568、S20 の方が64,430、14万ポイントもエクスペリアの方が早いです。パチパチパチとパチ65結構違うんすね。特に GPU、パチパチパチは30万、パチ65は21万、かなり差があります。ただしその代わりめちゃくちゃ暑かったです。アントゥトゥベンチマーク1回回しただけで本体温度43度、実際に触っても暑って感じがします。早いけど発熱もえげつない。パチパチパチやばいね。最後にカメラ機能を試して終わります。カメラは広角標準望遠の3つですが、望遠は特殊な広角ズーム搭載なので、画質劣化なく4段階でズームすることが可能です。超解像ズーム、デジタルズームをマックスまで拡大してもここまで綺麗に映るのは驚きです。この位置から撮影してますからね。手ブレ補正も優秀で全然ブレません。ただいまいちなのは、動画撮影中にカメラを切り替えることができません。 iPhone とか広角標準望遠自由に切り替えられますが、 Xperia はなぜかデジタルズームしかできません。多少カクついたとしてもズームできるようにしてほしいですよね。まあ多分ですが、カメラの位置が離れすぎていて、ガク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 って切り替えるときになるんじゃないかな。 iPhone は見た目悪いですが固まってますからね。まあめんどくさいから使いませんが、ソニーのミラーレスカメラ的な本格的なマニュアルロスも可能です。めんどくさいので使わないけどね、絶対に。 JPEG だけじゃなくて RAW で撮影することも可能。本格的ではありますね。シネマプロとかいう映画撮影専用の動画アプリも入っていますが、細かくマニュアルで調整できる一方でクソめんどくさいので、正直こんなのスマホでやってられねえよっていうのが正直な感想です。ミラーレスカメラを買った方が絶対にいいです。カメラの画質はソニーだから特別いいということはないです。条件が良ければ綺麗ですし、暗ければ画質は終わってます。センサーが小さいですからその程度。まあ吉田は何でもいいんですけどね、カメラなんて。スマホカメラはツイッターに投稿する適当な写真を撮影するだけ、写ってれば十分。あと気に食わないのはシャッター音が消せないところですね。 Android 11からシャッター音無音化アプリが使えなくなりました。 Google が音消せないように対策したらしいんですが、余計なことすんなよって思いますよね。カシャ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 、店の中で使いたくないんだよそういうの。無音カメラアプリを使えば音は鳴りませんが、標準のカメラしか使えません。今のところ広角や望遠は標準アプリからしか使えないようになってます。吉田が盗撮するならビデオカメラの 4K で撮るから、静止画で盗撮するやついねえから。
なぜシャッターを未だに鳴らす意味がわからん。アホなのか。やめてくれ。結論、ソニーなんてポンコツだろうとか勝手に思っていたんですが、想像以上に作り込まれていて結構いいなって思いました。ただしでかいんで検討される方は店で触ってから買った方がいいですよ。特に上の方、指届きません。あと指紋認証の位置ね。最後に値段、価格はドコモで約15万円、ソフトバンクや au だと17万円近いのかな。 iPhone よりバカ高い。価格を考えたら、まあ、あまりおすすめはしませんね。15万円以上の価値があるのか、まあ、正直言って微妙なところだと思います。エクスペリアを買うんだったらエクスペリア10とか1個下のグレード、そこら辺を狙った方がいいんじゃないかな。さすがに高すぎるわ。